嵐の松本三39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドール、家康、日曜アート8.00は18日、第23話が放送され、主人公、徳川家康の即出、お愛の片役、演じ、大河初出演となる女優の広瀬アリス、28、が登場した。以下、ネタバレウ、リーガルハイ。 フィデンスマン JP シリーズなどのヒット作を見続ける古沢良太氏がオリジナル脚本を手、蹴る大河ドラマ62作目。弱小国、三河の主は、い、にして、戦国の世を生き抜き、天下統一を成し、げたのか。江戸幕府初代将軍を単独主役にし、大河は1983年、徳川栄康以来、実に40年ぶり、令和版に、アップデートした。 新たな家康像を描く。古沢市大河脚本発挑戦。松本は大河初主演となる。第23話、瀬名、覚醒。瀬名、有村霞が、武田の使者、千古川琴音,音と密会していると知った、古徳、久保、糸口座とは、父、織田信長、岡田純一に密告。信長は、の、信元、 寺島進むが武田と内通していると言い,い、狩りをつけ、徳川家康、松本淳に処分を迫る。苦、のせい、叔父を手にかけた家康は、次女、おいひろし、アリスに癒しを求めるように。一方、したら玄、なり殺し以来、心のバランスを失っていた、意気、松平信康、細田義夫太氏に、瀬川姫敵、大きな夢を打ち明ける、という展開。 お愛の方、極度の金眼のため、いい虎松、万千代、板が切り光、と間違えて、家康の尻を引っ張たき、笛を吹くの、ド下手など、そのユーモラスな行動が、視聴者、笑いを誘い、インパクト10分の大河デビュー、飾った。SNS 上には、土金眼というより、土天然だぞ。千代、何気に女たらしなのかよ、W、蛇、出てくるわ W、大のチャルメラか。 W などの声が続出。反響を起こった。広瀬は同曲を通じてコメント。自身のクラ、クイーンは、セナとの対面シーンだった。女子同の柔らかい会話というか、ほっこりと楽しい、で印象に残っています。どっしりと構え、出ているセナさんに対して、子供っぽくて、ちょこちょいなお会いその対比で、それぞれ、キャラクターが際立つ場面だなと思いなが、演じました。 セナが、おイに、家康を託そうと決する場面でもありましたが、セナとおイがく、くす笑いあえた時に、お互いに惚れるという、明示で臨みました。この方だったら任せられる、この方の代わりだったら頑張れると直感に感じるというか、小野健智監督とは、セナと愛が、もっと一緒にいられたら、二人はすごく仲良くなれそうなのにね、という話もしたのですが、 まさにその通りだなと思います。今作は、戦国を切る女性たちが、色濃く描かれていますが、真、通った強い女性が多い印象です。おいも、横ちょいで不安になる面もありますが、との、支えるという意味でも、今後、母になっていく。味でも、瀬名さんとは違うアプローチで強い、性でありたいなと思っていますと、意気んいる。